好きな食べ物はえっ、ー、と果物と和菓子です。嫌いな食べ物は僕も好き嫌いが基本的になくて、多分でも虫は嫌いだと思います。好きな色は、えー、黒、白、グレー、赤とかかな。嫌いな色はなんかこうビカビカした色ですね。ビビットなのはあんまり。 まあ、自分が何かこう身につけたりする時にも選ばないですね好きな季節はうん春秋です、ね、やっぱまあ単純に過ごしやすいっていうのとまあ服が好きなのでやっぱり服の、えー、幅がある程度あるっていうところですねもう嫌いな季節は完全に冬で僕も寒いのが苦手で冬は苦手ですね。好きな場所は あの南の島のビーチサイドとかプールサイドで寝るっていうのが <laughs> 一番好きですね。嫌いいな場所は、えー、汚いところ、うん、好きなスポーツは昔ちょっとやってたのでやっぱ格闘技が好きでもうボクシングとかいわゆる総合格闘技とか何でも見るし。 あとははサッカーは好きですねバルセロナが好きであのスペインまで見に行ったことがあります嫌いなスポーツは、えー、ウインタースポーツ全般寒いところでやるのは嫌いですスキーは一回行って寒くてもう二度とやらないと思ってからもうやってないです <laughs> 好きな言葉は「あの愛」っていう言葉が好きであとは「 えと心を動かすのは心っていうのが好きというかそういう座右の銘というか、えー、何かこう作品を作るときに大事にしている言葉ですね退屈です好きな映画はもう一番見てるのは確実に「ラピュタ」なんですよね回数を。やっぱりなんて言うんですかねアニメじゃないと 多分作作れない作品であとなんかこう大人になってから分析するとなんかすごいこう身体感覚をなん,かなんていうんですかね、えー、と感じさせるというかその飛んでるとか落ちてるとか浮いてるとか,なんかそういうことが普通の映画とかにはないものがあるなと思います。 好きな音楽はこれも必ずアルバムを買ってるっていうのが宇多田ヒカルさんであとは最近は「ハバナイスデイ」っていうバンドのライブは行ったりしていてあとなぜか最近北野武さんが歌ってる「浅草キッド」っていう曲が好きで。 えとまあ、いろんなアーティストがいろんな曲を歌うんですけどなんかこう自分その人が歌うからいいっていう曲がなんか、まあ、それの代表がその北野武さんの,の朝「浅草キッド」で、ま、何、あ、なんか他のジャンルとか他の人でもなんかその人じゃないと歌えない曲を歌ってるっていう人の曲は好きですね。リンドバーグですねちょっと曲名がわからないんですけど。 うんなんかキラキラしてましたね当時自分としては好きな漫画はみんなが挙げてる「あきら」はすごく好きであと漫画の「風の谷のナウシカ」も好きですごい難しくて何回読んでも結構印象が変わるというかなんかそういうところが好きで絵、まあ、あと絵がものすごくうまいっていうのはありますね。 好きな本は僕は1年だけ文学部に行ってたことがあって結構まあ小説家になりたかったともいっぱいあるんですけど、えー、作家でいうと宮沢賢治村上春樹最近だと和夫石黒とかが好きで宮沢賢治の、えー、小説とかを読んでいると、まあ、彼は詩も書くんですけど 詩を書く人の小説はすごい言葉の音の意識が結構独特だなと思っていてなんかそういうところが自分もダズルの作品を作る時とかにナレーションとかがあるんですね。でそのナレーションの時にやっぱりその単純に語られてる物事だけじゃなくてその言葉が持っているリズム感とか。 えー、音の気持ちよさとかあとはまあ村上春樹さんとか数茂石黒さんもそうですけどそのメタファーがつながっていってそれがこう何て言うんですかね距離感がちょうどいいっていうのが好きであんまり抽象的すぎるとよくわからないし具体的すぎると、まあ、そ,のそのまんまっていう感じになるのでなんかそこら辺のやっぱりコントロールがすごい巧みだなと思います。 好きな舞台はこれも一番衝撃を受けたのはまあみんなが挙げてる、えー、ルーマニアで見たファウストはすごい衝撃を受けてやっぱり自分がなんていうんですかねあの日本でとかいろんなところで見てきた舞台でなんかこう行われてないことが行われてたっていうのは単純にすごくて。 あとはやっぱりピキナ・バウシュの2つ作品を見てちょっと作品の名前がわからないんですけどあの壁が倒れてくるやつとあと舞台上で雨が降っているっていうやつはやっぱりなんかその演出でそういうことができるっていうことの,あの凄さと何て言うんですかね羨ましさというかなんかそういうことはやってみたいなと思いますね。